つの商品が、まあ、ざっくり3000円。皆さんこんばんは、開封大好きよしひろです。今日の動画なんですけど、ちょっと複雑な回でして、まあ、何のお話かっていうと、ヤンですね。まあ、ヤンって言ってもあのユンヤンのヤンじゃなくて、まあ、ユンヤンについてもいろいろ話したいんだけど、まあ、今日お話しするヤンはあの令和の虎とかにも出てるあのヤン君のお話です。でヤン君はね、ここ1年ぐらい連絡取ってなくて、まあ、なんでかっていうと俺にひどいことをしたわけだよ。だからね、もう二度と会うことはないだろうなって思ってたんだけど、まあ、そんなタイミングにね、まあ、こんなものが届きました。2万人記念おめでとうっていうので。で、これはね、1万人記念の時にも、まあ、こういうのが届いて、まあ、中にはね、なんかま、いろいろ面白いものが入ってたりとか、まあ、高価なカードが入ってたりとかで、まあ、あのね、なかなかいい気持ちにさせてもらえたんだけど、俺はね、そんなんじゃね、この怒りが収まらないわけですよ。もうめちゃめちゃ怒ってんだからな。だからね、こんなん来ても、全然ね、へとも思わなかったんだけど、まあ、中のカードに罪はないからね。だから今日はこれを開封して、ただ開封するだけだからな。別に許すわけじゃないからな。開封だけして、なんか騒ぎたいなと思っております。でも別にね、なんかろくなカードが入ってるとも限らないからね。まあ、でもよくこんなん作ったな。あと、まあ、あの、これは別になんか、特に意味はない発言だけど、できれば、アンシーが欲しい。アンシーが欲しい。で、じゃかじゃん開けていこう。はい。何これ？バッカ野郎、英語読めねえんだよ。なんて書いてあるのこれ。ヨシヒロ？誕生日おめでとう。これハリーポッターじゃん。誕生日誕生日おめでとうじゃん。あれこれってさ、ちゃんと分かってんのかな。そう、ハリーポッター賢者の石で、ハグリッドがさ、ハリーにケーキ持ってきた時の日本語吹き替えだけ誕生日おめでとうなんだよね。だからもしかしてそれがね、伝わってるのかもしれない。誕生日おめでとう。ついに、よしくんも、37歳なってねえよ、37歳に。だね、違うよ。で、カードは、上からめくってね、あとちゃんと歯磨けよ。加トちゃんじゃん、これ。マジ。お前な、俺こんなんでね、笑えるほどね、なんか心穏やかじゃないんで、お前何したか分かってるか、本当に。よくこんな、ひょうひょうと来やがったな。というわけで一応開封していこう。なんだろうな、なんかでも思ってたのと違うな。なんか前回はさ、チェキが入っててさ、その写真のなんかポーズのカードが入ってるみたいなので、謎解き要素あったんだけど、なくね、これだと。はい、とりあえず、上からめくれって書いてあったよな。待って待って。こういうこと？これを見た後に、これをめくれってこと？これ誰？あ、トムニャンじゃん。こいつ、繋がってたか、トムニャンと。マジか。トムニャンこんなに協力してたのか。待って待って。ハートハート無色 1？ 前回のね、企画で言うとね、この写真のポーズのやつが入ってんだよ。こんなクリーチャーいる？いなくね？待って待って。猫がいるじゃん。シンボル2個の無色 1？ 伝説の、なんだこれ。ちょっと待って待って。普通にちょっと楽しいぞ。お前ふざけんな。ちょっと楽しいだろ、バカ野郎。ちょっと待って待って。ちょっとヒントもらおうぜ。なんか色ぐらい見たらさ、まだわかるやん。まだわかるやん。何これ、これ土地。ああ、なるほどね。あ、これ関係なかったのね。もしこれがこれだったら俺は許さない。もう二度とお前を許さないから。何これ。じゃあちょっとずつめくる。ああ、なるほどね。あ、ごめんごめん。中に入ってんのね。ごめん。仕組みを今理解しました。というわけで、これを、どう入ってんの？これ、上は当て紙っていう認識でいいよね。こんなんいる？伝説のセットは何でしょう？イコリアの、あ、ルールスか！あ、そうね、あれね、トムヤンルール好きだからね。はい、というわけで1枚目は夢の巣のルールスとヘイチでした。で、ルールスね、なんだかんだでね、やっぱりもう居場所がありまくるカードだから、だんだんこっからね、さらに値段上がっていくんじゃないだろうか。で、一応プロモパック版っていうので、まあいいのか悪いのかわかんないけど、まあ、プロモパックから排出されましたっていうね、烙印を一生押されながら生きていくルールスさんでございます。まあいいポイントで言うとね、表面がね、ザラザラしてるから、なんかそのサインとかもらうときにはインク乗りやすい、めちゃめちゃ。なんかこのイラストレーターさんが来日した際なんかは、もうこれを持ってサインもらうと、もうすごいね、映えるサインがもらえるから。
一応ねプロパック版はねインクが乗りやすいっていうのはもう落書き前提みたいなそういう良さはあるからまあ一応いいところなのかなというわけで1枚目と思います。そして何これ、こんな友達いなくない、あ、俺シャマさんか、おお。シャマさんも協力してくれたの、え、全然知らなかった。これ2ヶ月ぐらい部屋放置してたわ。シャマさんすいません、ちょっと待って、これあの次のやつ見えてんじゃん、ちょっと次のやつ見えないようにしてやん、次のやつちょっと待って、うまいこと隠せるようにやろう。というわけで次はシャマさん、でもし待って、これマナコストはさちゃんと書かれてるのヒントになってるじゃん。3マナのサーチ、3マナのサーチシンボル1個、え、待って、3マナなんか6なのなくね、その悪魔の糸とかさ悪魔の教授者とかさ2マナじゃん、3マナのチューターなんかあんまあのいいのじゃなさそうな気するな。ダメじゃね赤のサーチって、あ、あれか、あの、あれか、帳簿兵か。あの、インペリアルリクルーター、帝国の帳簿兵でございます。ジャカジャン、おー。こいつもね、あ、でも一応あれだ、25周年マスターズ版だ。これ、モダホラにさ、収録されてさ、すごいスプラッシュマウンテンしたからね、価値が。そう、こいつね、もともとはね、あの、ポータル三国志のアンコモンで、で、アンコモンの分際なのに2万とかしてたんだけど、まあ、マスターズ25に収録されてから、まあ、5000円ぐらいになって、で、モダンホライゾンで収録されたら、もうあの、1000円ぐらいになっちゃったっていうね、結構なんかあの、まあ、高騰もね、暴落もね、どっちも経験してる、まあ、素晴らしいクリーチャーですね。まあ、3マナ11で出た時に、パワー2以下のクリーチャーを、まあ、サーチしてこれると。っていうので、まあ、パワー2以下っていうのね、なかなか選べんだよね。そう、0、1、2の中に、その、コンボ系のクリーチャー多いから、だからそれで、まあ、その、コンボパーツ引っ張ってきて、相手を抹殺するっていうので、まあ、なかなか、枚挙にいとまがない、いいクリーチャーなんじゃないだろうか。帝国の帳簿兵でした。最近だとモダンでも使えます。で、次。で、次は、これ、協力者何人だろうな。これ、誰？俺の昔の高校の時、好きだった女の子、違う、チャオズだったわ。これ、男か！あ、なんか、あれだった。なんか似てた。好きだった子に。1、2、胸からビーム出してるやつ。誰これ？こんなんいなくね？ 1、2？ 待って、1、2で、あの、逆説的に考えよう。1、2のその、いいのを考えよう。1、2で欲しいもの。鳩場の恐喝者？あれ、1、2だっけ、そもそも。ルーンの与えて？なんだ？これ、マナコスト書いてないの、こいつ。金属細工師、金属細工師っぽいけど、あいつ1、2だっけ、何かわかんねえ。ちょっと待って、全く読めない。まあチラッと見ていこう。マジで1999年、マジで金属細工師、そんないいもんもらっていいの。なんか急にあの格上がったぞ、すごい駆け上がってった、ボーン伸びたまあ、ロボパルタにも見えるけどな、まあ、通称のび太と呼ばれてる、まあ、3マナ1、2でタップしてアーティファクトを好きなだけ見せて、で見せた分だけ無色マナが加えられるっていうのでまあなかなかぶっ飛んでるよね。そう、結構とんでもないブーストするから、まあ、クリーチャーだからね、その一旦その相手にさ優位与えるけど、まあ、それでもね、まあ、とんでもないマナブーストできるから、まあ、かなり当たりで、まあ、再録禁止なんで、今いくらだろうな、やっぱ再録禁止でね、こういうちょっと可能性あるやつはもう全部高騰していくからさ、今なんか金属細工師高いんじゃないの。ただもう文句を言うんだったら、なんかもう上のそのなんつうんだろう、歴戦のその傷跡がすごいね。なんか表面すごい綺麗なんだけど、なんかここ2箇所だけさめちゃめちゃいっちゃってるっていうので、結構いっちゃってるっていうね、そういうメタルワーカーさんでした。うわ面白い。で次のカード、お前ふざけんなよお前、結構面白いじゃねえかよお前こんな野郎、もう絶対許さないと思ってたのに、なかなか面白い。もうこれ1個じゃん。これも、もうあ、しかも、コヨさんなの。よく捕まえたな。違う、で、コヨさん一番手込んでない。この裏モグのさ、なんつうんだろう。この分かれてる手をさ、ちゃんと工夫して作ってるからさ。もうセパレートハンドとでも言うのか。待って、コヨさん。これに付き合ってくれたの？あの有名なコヨさんが。マジかよ。10マナでこんなになってる生物はもうマジック史上1人しかいない。ただうまいこと言ったら
コジレックであってほしいっていう、単純に俺がコジレックが欲しいっていう、そういう期待も乗せつつ、見ていくのは、そうですね、この白さは完全にウラモグー、ウラモグー、ウラモグはね結構何枚あってもいいね、なかなか状態もいいし。あ、待って待って、これさ、なんか色こんなんだったっけ。なんか通常のさ、戦乱のゼンディガーから排出されたウラモグにはなんか見えない感じがすんな。え、このウラモグなんかさ発色違くね、なんだろう、なんか特殊なパックから出んのかな。あれでもなんか見た限りは別に発色こんなもんか。なんだろう、なんかね、すごい俺のゴーストがなんか囁いたけど、多分単純にただの間違いでした。はい、ウラモグやった、嬉しい、裏もぐ何もやっても嬉しい。で、次は誰でしょう。てか待って、これめくっちゃダメだ。で、次、おい、お前も参加してたか。それはお前は参加してるわな。民女でございます。ならず者、それが身の危険さ。もうだんだんヒントがなくなってきたぞ。だんだんヒントがね、なんかならず者でいいのある。でも一応なんかこうカードの価値上がってってってる感あるからさ。なんだろうな、ちょっと待って、まず色だけ見ようぜ。色ピッ待って、9枠黒フォイル、2020、待って、というわけであれか、時の螺旋リマスターのやつ11、何ならず者。あ、ズーラポートの、おほありがてえ。待って、こっち側もあれだよな、その沼だよな。ズーラポートのね、殺し屋さんはね、結構その逃走者とかでもなんかその無限殺りとかが発生した時とかにそのまま相手殺せるので、まあ俺のクリーチャー死亡でしか誘発しない知能芸術家なんだけど、その全員がねライフ失ってくれるから、なんか知能芸術家は、まあ、相手のクリーチャーでも誘発するけど、まあ、1人しかね、ドレインできないのに対して、まあ、自分しかし、クリーチャー死亡は誘発しない代わりに全員から奪えるっていうので、まあ、どっちもどっちの良さあるけど、どうだろうな。どっちの方が強い？あんまないか。もう、殺すときは大体もう無限点入るときだから、あんま違いはないから、まあ、ズラポの方がどっちかっていうと、なんか不器用なのかな。これの9枠ホイールも結構人気あると思うんだよね。だって時の螺旋リマスターさ、ワンボックス開けてさ、ようやくね、その1枚ぐらい排出されるわけじゃん、確率で言うと。だからその中のズーラポートの、殺し屋さんはなかなか価値高しなんじゃないかな。で、こいつね、ゼンディガーに生きてんだよね。なんかゼンディガーにさ、こういう、なんか発展した場所あるのっていうので、このズーラポートっていうのが一体どういう場所なのかも気になるけど、多分今後のストーリーで解明されていくのかな。ゼンディガーなんかもう遺跡と田んぼと畑しかないもんだと思ってるから。で、お、待って、これ何、これラスト、次ラスト、これ誰、待って、一番待って、これあれじゃん、ドラゴンメイドカフェのさ女の子たちじゃん。こいつそんなところにまで手をつけてたか。何これ、鳥を飾るの誰、ホームアローンって書いてある。そんなカードないんだがホームアローンって書いてあるけど、そんなカードはないぞ。独身のヨシピに何、鬱陶しいな、うざ、独身のヨシピになんだよ。何これ、本当に何、あ、うわー、なんか腹立つな、孤独入ってた、なんだそれ、はあ、何これ、ちょっと待って、最後なんかむっちゃおちょくられてる感じなんだけど、はい、孤独でございます。あ、孤独はね、まあ、今現在モダフォラで、まあ、一番出世したのかな。初動ね、多分一番人気ないこのエレメンタルだったのよ。ただね、やっぱりその青が一番弱いよね。その能動的にさ動けないからさ、だからまあ見返した時にやっぱね、孤独は、まあ、普通にクリーチャーさ追放除去できて、でしかもその後もハンコンでさ、まあ、タフネス2っていうのがね脆いけど、まあ殴りながらゲインもしていけるから、
結構強いカードっていうことで、まあ、今現在ねシングル価格でいうと、まあ、9000円ぐらいというあのかなりのね高額カードでございます。孤独でございました。あ、まあ、孤独はちゃんとねあのいいねちゃんと孤独してるね。まあというわけでね、箱の中身はこんな感じでした。まあめちゃんこね豪華な内容で、でそれに加えてまあチェキとかもねいっぱい取ってね、まあ時間かかったろうなって思うけど、もうやっぱりねこのヨシピにあのね孤独とかねこの辺とかの感性疑うような、なんかむっちゃイラッとしたもんな。なんかその記念なのにさ、なんだろうねこの別にさこれ笑い事になるはずなのに、なんでこれだけさなんかあの来るんだろうな。でまあ一応冒頭にさ、まあ、やつは俺にひどいことをしたっていう話をしたけど、まあ何をしたかっていうのははっきりは言えないけど、まあぼかして言うなら、まあ俺のばあちゃんを車で引いたっていうことだけ言っておこうかな。まあ全然そんなこと関係ないんだけど、まあそれぐらいね、それぐらいなんかね、やっぱ1年間沈黙があるようなことがあったんだけど、でもいがみ合っててもしょうがないからね。とはいえさ、やっぱりその感覚の違いがあるからさ、だ本人からしたらさ些細なことでもさ俺からしてみればとんでもないことみたいなのあるから、そこの独身ヨシピに孤独ぐらいさこれとかのズレだよね。だからね、まあ俺からしてみればさ1年ぐらいね連絡しないような事態だったけど、まあ本人からしてみればね些細なジョークだったのかもしれないから、まあそことかはねちょっとあってねちゃんと話をねしていこうと思いました。まあというわけでね、俺もこれを開封して、まあ、動画にしたからには、まあ、会いに行ってねそれなりの誠意を見せるべきだと思うので、まあ、この動画を示し次第ちょっとね直接会って話していきたいと思います。というわけで今日の動画が面白かったなと思った方はぜひチャンネル登録&グッドボタンで、面白くなかったなっていう方はなんかコメントとかにね改善点とかよろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。 YouTube は孤独な仕事だ。はっきりとしている見方は家族とリスナーだけだ。だから時に悪魔のような誘いにも乗ってしまいそうになる。逃げることは簡単だ。でももしその悪魔が一番欲しいものをやるというならば、誘いに乗って踊ってやれ。